どうも、ダンクローです。今回はナイキジャー2ナイトメア EP の紹介レビューをします。バッシュが好きな方、ナイキが好きな方、そしてジャー2が気になっている方、ぜひ最後までお付き合いください。この動画はナイキジャー2ナイトメアのざっくりとした紹介、サイズレビューの2点でお送りします。このシューズの全体を見てみたい、細かいところも見てみたいという方はショート動画も合わせてチェックしてみてください。では早速ジャー2についてざっと紹介します。ジャー2はナイキのバッシュです。 NBA メンフィスグリズリーズのポイントガードジャーモラント選手の2作目のシグネーチャーシューズです。ジャー2はジャー1の成功をもとに快適性とサポート性を最大限に高め、離陸、着陸、横方向への動きというフルシーズンの過酷さから守れるシューズとなっているようです。前足部にはエアズームユニットが搭載されています。アウトソールのトラクションはモラント選手が幼少期に裏庭でトレーニングに使っていたセミトレーラータイヤからインスパイアされたようです。日本では2024年9月26日にインダクションがナイキオンラインにてゲリラ発売されました。価格は 17,050 円。このナイトメアは日本では2024年10月25日に発売されました。価格は 15,730 円。真っ赤な見た目のせいか即完売とはならず、じわじわサイズがなくなっていった感じです。このモデルはジャー1に続きハロウィンシリーズのモデルです。2024年10月28日にはスターゲイザー、11月1日にはファウンデーションが発売されました。価格は 14,630 円とモデルごとに価格が違います。ジャー2はこの他にもクリスマスが12月26日に発売が予定されています。個人的にはクリスマスが緑や赤を使わずクリスマス感を表現していてかっこいいと思っているので、その発売が非常に楽しみです。ジャー2はコービー5に非常に似ていますよね。コービープロトロシリーズが買えない我々の救済か、それともコービープロトロシリーズの欲求を高めるブースターとなるのか。コービープロトロシリーズはもっと生産数を上げてほしいものですね。お待たせしました。今からこのシューズのサイズ感、履き心地をお伝えします。前提として私の足は高高幅広です。ナイキエアフォースワンロー、エアジョーダンワンハイ、コービー4、コービー5は 26.5 センチがちょうどいいサイズです。今回ジャー2は 26.5 センチを購入しました。サイズ感は縦は長くないです。横幅はややタイトに感じますが、ハーフアップするほどではないです。ナイキのエブリデイというやや薄めのソックスでややタイトに感じるので、厚めのソックスを履くときは注意が必要です。フィット感はかなりいいです。個人的にはジャー1より好きです。ただライナーの厚み、モリモリ感はジャー1より薄いです。ジャー1がガッチガチのホールド感だったのに対し、ジャー2はソフトな包み込みなのにハードというホールド感です。5段階評価をつけるとすると 4.1 です。履き心地はいいです。ただジャー1の際に感じた前足部のズームエア感はあまり感じません。ですがかかとが浮き、前足で地面を蹴ろうとする際には前に足を出したくなる推進力は感じられます。ヒールも沈み込むようなふかふかさはないので、癖のない履き心地を求めている方には最適な一足だと思います。結論、このシューズはハーフアップハーフダウンしなくてよかったです。このシューズの購入を考えられている方、サイズ選びで迷った時は今履かれているローカットスニーカーと同じサイズでいいでしょう。いかがだったでしょうか。ジャー2が気になっている方、購入を考えられている方、この動画が少しでも参考になれば幸いです。この動画が少しでも参考になったという方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。質問や感想あればコメントしてください。
X や Instagram もやっているので、よかったら概要欄からそちらのチェック、フォローもよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。良いスニーカーライフを。本日はここまで。ありがとうございました。